牛タン入りスティックカルパス。お腹空いたんで食べます。うまっ。ん？これでもっとたくさんの大根はちみつを培養していきたいと思います。紅茶にはちみつ入れると効くらしいので、早速試してます。ワキーフマリアナ海溝野村の西条さんに教えてもらいました。はい、というわけで完成です。じゃあこのままいただきます。このゾンビランドという映画、これ全然怖くはないんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。いや、なんか本当にその風邪ひきましてから早1週間になると思うんですけど、喉というか体内に広範囲にダメージを与えるっていうか、はあ、しんどい。午前中言えなかった、今週も満足させてくれよ。というわけで培養してた大根の蜂蜜漬けがいい感じに仕上がってきております。 Vlog のチェックしてたら刺身買ったら忘れてました。というわけで寝る前に食べます。うまっ。朝活。ちょっと寝落ちしてました。今起きてから丸30分ぐらい咳が出てないんで、もしかしたらちょっと回復に近づいているのかな。今起きてから1時間半ぐらい、今のところ咳は出てません。ちょっと喉痛いけど、これで頭痛になってもなんとかなるでしょう。はい、というわけで帰宅しました。ご飯作っていきます。またしても蜂蜜の出番。というわけで混ぜていきます。前回で学習したんで醤油少なめ。はい、というわけで完成。また買っちゃいました。というわけでいただきます。うん、というわけで今日は寝ます。おやすみなさい。4チャンネル。3時44分熱が上がっています。咳が少し落ち着いたと思ったら今度は熱。勘弁してほしいね。おはようございます。4時30分、とりあえず今日は会社へ行きます。厳密には会社の人に連絡を取って保険証を直接取りに行こうと思います。結局寝れなかったんですけど、今寝たら次起きるのは12時間後とかあり得るので、今から準備します。
仕事じゃないけど言ってみます。あとよろしく。1番線ドアが閉まります。こう、はい、隣のドアから乗った方がいいかもしれないです。あ、そうですか、うん、すいません、ありがとうございます。見えない人が満員電車乗れずにうろうろしてたんですよ、ホームを。あ、それをね、あそこ今乗れないっすよっつって、で待ってる間優先席がありそうな方へ誘導して、で来た電車乗って、あ、とりあえず誰も気にも留めなかったんでそのまま、まあ、手引っ張って、あ、声かけて手引っ張って優先席まで叩き込んでやりました。おせっかいすぎる男。そう、とりあえずカフェで時間潰します。あそこにしよう無職がカフェ行っとっていいじゃないか。とりあえず体調良くなって健康的になってしまう。本社の中のことで回収不可でした。とりあえず戻ります。ちょっと回収されるんですが来るであろう。というわけで帰ってきました。保健所の件は病院が融通聞かせてくれて、なんとか診察と薬いただきました。なんだっけ、上気道炎、まあ要は風邪です。風邪でした。まあ安静にしたいと思うんですけど、生活リズム整えるために夜まで起きます。つまり編集。熱が上がってきました。寒気がするんで、おかんがする、おかん、あかん、おやすみ。4チャンネル。この時期に暖房を、この時期に暖房をつけることになると。午後8時、熱は引きました。薬飲む用の、薬飲む前に何か食べないといけないんで、それ専用のカップラーメン、超ちっちゃい。おはようございます。4チャンネル。今日はおはようございます。今日は木曜日か。熱はないんですけど、依然として体調は微妙です。はい、今日ものんびり過ごします。よし、食欲が若干湧いてきたんで、なんか作ります。とりあえず玉ねぎ2つ。はい、というわけで完成。いただきます。うん、いい感じ。うまっ。おはようございます。6時ぐらいかな。2週間連続病弱 Vlog 待ってしまっております。とりあえずなんか食べます。うち麺茹でていきますわ。はい、完成。じゃあこのままいただきます。
あとよろしく。とりあえず今は咳が出ないんで今のうちに区役所行っちゃいます。新しい国民健康健康保険を創設しました。今役所に行ってできる限りの手続きは全部終わらせてきました。あのしんどかったけど何とか回復しそうな感じは、だから心配の連絡がたくさんエンタリーとか要件終わったんで帰ります。はい、というわけで帰ってきました。で、ちょっとスーパー行って買い物をしてきたんですけど、ちょっとこれからブーツの底の部分をちょっと、ね、取り替えてこようと思います。はい、というわけで帰ってきました。で、ブーツのここ交換したんですけど、なんかめっちゃ綺麗になってんなと思って受け取った直後ずっとジロジロ見てたら、なんかクリーム塗ってくれたらしくて、やっぱめっちゃ綺麗、ほらやばくないですか。ありがとうございますですわ、本当に。これ3300円ですからね、両足で、まあ、片足でいうところの1000、まあ安いです。こうですね、国産若鶏肩小肉味付け肉かっこタンドリー、これが気になったんでこれ気になったんで買いました。なんか思ってたのと違うけど、これはこれでいいんじゃないかな。めんどくさがらないうちにシャワー浴びたいと思います。はい、というわけで完成。容器を新しくしたんですけど全然見栄え変わりますね。これいただきます。うん、 YouTube ライブ。ヘルメットの内装分解してちょっと洗濯します。というわけで明日は治ってると信じてグレイの新ラジオを聞きながら、今日こそなんか夜に寝れそうな気がするんで寝ます。おやすみなさい。寝るぞ。4チャンネル。起きたら寝れなくなって、はい、ちょっと1時間ぐらい公園でのんびりして動画編集やってます。戻ろうとした時に公園のトイレのところで全裸の男性がいたんですよ。わーって思いながら、まあ一応通報しとくかと通報して、結局その人はどっか行っちゃったんですけど、で今警察から連絡が来て、その時の状況を聞きたいと、もう一回来てくれと言われました。余計なことするもんじゃないな。連絡よこした警察が女性だったんですけど、男が全裸でって言ってんのになんて女性来てんのと思ったら、男性も2人来てトータル3人です。じゃあちょっと状況説明してきますわ。はい、大丈夫です。あ、大丈夫です。おはようございます。今日は土曜日、まだ咳は出るんですけど、咳以外の症状がだいぶ良くなってきたんじゃないかなってところで、警察も対応して動画編集をやってるっていう感じです。動画のチェック中、ちょっと前回不備があってやり直しになったんで、ちゃんとチェックしてます。やっぱ栄養が必要だと思うんですよ、風邪治すには。というわけで栄養補充したいと思います。なんか髪伸びましたね。じゃあ髪切りに行ってきます。土曜日って病院混むんですね。とりあえず日曜日に回してラーメン屋の方先行きます。どうぞ。池の谷の水道管って決まってたんですよ。
て、あれ法律で禁止にしませんか、ついつい思い頼んで地獄を見るんですよね。ちっちゃ